私とエデンズゲートのためにしてきたことも十分とは言えない。そうだろうジョン、過去は忘れろ、心を開くんだ。見てみろ、お前の周りには愛が溢れている。お前のもたらす痛みや苦しみは結局のところ助けにはならない。そういった行いはお前の中にある罪を増やすだけだ。増長した罪は強くなり、お前に邪悪な行いをさせるだろう。お前によって深く傷つけられた者は癒されたとしてもお前の罪の担い手となる。彼らの他の者へとお前の罪を広めていくだろう。死にゆくお前の姿が見える。己の罪に殺される運命が、罪は形を変え戻ってくる。遅から早かれその運命からは逃れられない。若くして死んでいくお前を見た。一方で年老いて死んでいくお前も見た。二つの行く末の違いはお前が心の中にどれだけ愛を育んだかによるのだ。手遅れになる前に私の言葉に耳を傾けなさい。私たちの築く楽園で年老いたお前が穏やかに過ごす未来を望んでいる。愛している我が弟よ。
自宅がレジスタンスの手に渡るところをジョンが見てたら最高だったのに。きっと中では知りたくもないような恐ろしいことが起きてた。カウンティからエデンズゲートの痕跡を消すのは早い方がいい。ありがとう、保安官。ボールズエンドに代わって感謝する。ハドソン保安官はジョンのバンカーに監禁されるようなことはしてない。あんな場所にいさせたらダメだ。カルトは世界が終わるって言ってる。お前がボールズエンドを解放したんだってな。こりゃ最高だ。また新しいのが追加されてる。なんだこれ。ああ、ビクター。ベクターか。じゃあ俺これかな。あ、そういえば開いてなかった。
前はよくやってる。あんたいい腕してる。ここを守ってくれてありがとう。やっとあったかくなってきた。これは何だ。人質じゃない。お前を救いたいんだ。まただ。助けてくれ。ありがとう。全てうまくいく。シャーキー防将から電話があったぞ。カルトを殲滅できる特別な計画があるらしい。でもあいつのことだ。単に撃ちまくれっていう計画じゃなけりゃいいけどな。じゃあ、なんか釣れそうだな。釣れてないの。
ダメ。あ、めっちゃむずいじゃんこれ。俺が落ちた。違う、ちょっと待ったぞ。安っ。危ない危ない。
200円か。サイロ、サイロ、赤い。あ、小屋にあるの。とりあえずこの、ここ行ってファストトラベルを解放してこう。地点ライフル撃ってますしょ。伸びられただけでもよかった。こっちが冷静でさえいればそのうちジョンはボロを出して滅びるぞ。ドラブマンの砦で銃撃戦が起きてるらしいの。あの人たちなら大丈夫なはずだけど、これ以上犠牲者を出したくない。手を貸しに行きましょう。じゃあここだな。